マグレモーゼ文化は北欧における初期中世期時代文化である。スカンディナビアではコンゲモーゼ文化に先行する。語源は1900年にデンマークのシェラン島西部で初めて考古学的に発見された生活の後であるマグレモーゼ遺跡に由来している。20世紀に至り同様の特徴を有する生活痕跡が西はイングランドから東はポーランドまで北は スウェーデンのスコーネから南はフランス北部までの範囲で確認されている。マグレモーゼ文化の人々は森林と焼宅地帯においてき、骨、角石による採石器による魚老と狩猟の道具を用いて生活していた。また犬を飼っていた形跡が見受けられる。一部に定住の可能性があるが大部分は移動的であった。 樹皮で建造された小屋と石や樹木、銃骨、樹皮、角などで製作された道具類が残っている。この文化の特性としては、鋭い刃を持つ角石の採石器を使用した槍の先端と矢尻である。また、魚老用具としての森も怪獣の捕獲に利用したものとして注目される。北欧の海面が現在の高さに達していなかった紀元前六千年頃までは、 彼らの居住した領域は水没していなかった。ありがとうございます。